闘回想菅原二郎です。宮城県仙台市出身40歳。今日は腕によりをかけて海弁を作ります。熱い温度の温度で入れちゃうとすぐ焦げてしまって、オイルに香りが移らない前に焦げてしまうので低い温度からじわじわ鷹の爪を少し落とします。白ワイン、乾燥バジルをオリーブ油に漬け込んだものですね。これ自家製ですね。軽い塩コショウして下味付けます。これ串を打って竹串。キャンプとかでバーベキューとかやるときなんかも家でこれ仕込んでいけば、炭火焼きの上でこう焼けばもうすごく美味しいですね。はい。今年と2回1位取らせてもらってなかなか感動でしたね。結構強めに、はい、こう入れないと味梅の味が出てこないんで、あ、もう常に情報収集は、行ってますね。専門誌から主婦系のものですとか幅広く